ペリシモ・オクチェリエビーズ刺繍基本抜き3ヶ月目のセットが届きました。まずは中身を見ていきましょうか。マルショービーズが5種類、そのうちこの3つ、薄紫、薄緑、薄オレンジは中に色がついてる感じですね。そして青色はビーズ自体に青色がついてて、さらにこの中に色がつけられてるそうです。次にこちらがオレンジオーロラ、オレンジ色の玉っていう種類のビーズにオーロラ加工がされてるそうです。この薄緑薄オレンジは前回も同じ名前のがあったんですけど、前回のはこれですね。これは半透明セイロンっていう分類のものらしいので、結構ね印象変わりますね。そして次に丸大ビーズ、こっちはブロンドカラーで、これも中に色がついてる感じですね。それに二分丈ビーズ、こっちが赤オーロラ、透明の赤ビーズにオーロラ加工がされてるそうです。いいですね、オーロラ加工すごい好きです。でこっちは銀色、これも中が色ついてるものですね。次に特徴ビーズっていうんですって。これは外側にも銀色がついてます。特徴ビーズと比べてもすごいちっちゃいのが分かりますかね。そしてこちらがシリンダーっていう種類みたいで、特徴となんかあんまり違いがちょっと分かりにくいんですけど、穴が大きいんですって。だからより全体的に色がビーズ全体的に色がついてるように見えるそうです。そして最後こちらマガタマの金色です。今回このケースちょっと10個で足りると思ったら足りなかったので後日買って入れようと思います。そして布に接着芯で、今回このビーズステッチ用の針、今まで使ってたものより細いみたいです。それに糸、これがナイロンでできていて毛羽が立たなくていいそうです。それでは作っていきましょう。はい、材料を確認したところで、まず布にね接着芯をいつも通りつけてチョキチョキカットしました。こっちは本番用の作品、今回はコースター作るようですね。それに使うので一旦置いといて、まず練習やっていきましょうか。今回ねフリンジなので、こういう細い布になってますけど、このねガイドラインが一つ一つついてるんですけど、ちょっとね混同しやすいようなので、こうやって番号つけておきました。この動画ではまず1番やっていこうと思います。1番の A の部分をやっています。今回使ってるこのビーズステッチ針がこうしなる、簡単にしなっちゃうので、一針一針縫っていくと綺麗にできるんじゃないかなと思います。だいぶね今まで使ってたのと使い心地が変わってきます。でこの A の部分はこのエッジの部分にストレートステッチと同じ要領ですね。丸ショービーズをつけて、
マルショービーズだから、今までの針でもいいんじゃないかなと思うんですけど、せっかくだからね、こんな感じで、また下から出して、明らかにこのビーズが拾いやすいですね。これでできました。次に B の部分ですね。まず薄紫のビーズを取って、青のビーズを取ります。で、次のこの目のやや手前、またね、同じところから、近いところから針を出すので、またほぼ同じところから針を出して、この青いビーズの下からくぐるように、通って、そしたらこう薄紫と青が固定されましたね。で、もう一回、次はこのピンクと青を取って、最後は終わりなので、そのまま刺せば良さそうですね。こんな感じです。はい、C をやっていきます。要領はこの B と同じですね。今刺したとこから、キワキワを狙って、針を出して、今回は薄緑、オレンジ、特徴ビーズの銀に、オレンジ、薄緑で、もう一個薄緑、こんな感じ。こんなにビーズを一気に通すのは今までなかったですね。これで終了です。はい、 A、B、C、 3つとも終わりましたね。今回はあんまり刺繍っていうイメージとは違う感じですかね。でもこうやって刺繍で作ったものに端っこにこう飾り付けたら、きっとね、素敵なものができるかと思います。次回続けて練習布にやっていきます。